阿波踊りの皆さん、しなやかで優しい、そして優雅な踊りを披露する阿波踊りの女踊り。ハッピー姿の粋な男踊り。そして優しさと力強さを合わせて踊る男踊りと続きます。阿波踊りも最終日を迎えまして、踊り連の皆さんも絶好調というところです。阿波踊りは日々の鍛錬から生まれる扇の舞とチームワークの良さの魅力の一つです。阿波踊り橋には阿波扇の皆さんです。扇さばき、どこから見ても美しく、日々練習をする、表現力を表す、常に新しいものを追求し続ける、それが阿波踊りの皆さんです。Yeah!
線は連歌結成された地元徳島の福島町の商売の神様恵比寿神社にちなんで恵比寿連と名付けられました。青い衣装が印象的な発表踊りは粋な中にも女性ならではの華やかさがあります。先頭は青い衣装が印象的な女性ハッピーでございます。大人顔負けの踊りを見せるのは可愛いちびっ子たち。女踊りは春風に舞う桜の花びらのように美しく丸やかに踊ります。放送席前恵比寿連の皆さんです。
上がるように大きな拍手をお願いします。Thank you.
流れがありますが、その中の一つドンキ調という踊り方はこのドンキ連から生まれました。2025年来年には100周年を迎える。他にはない歴史の連としてさらに精進を重ねてまいります。女踊りは独特の足運び、浮き足で優雅でしない衣装に描かれた柳の枝がゆらゆらと風になびくように女らしく踊ります。Thank you.
Thank you.
今では武装連しか
として日本の夏を暖冬さ、徳島の阿波踊り参加が今年で18年目となります。
調和の取れた情緒豊かな阿波の夏を演出します。演舞場に扇の花が咲きました。扇連の皆さんです。そして情けがあって優しい天水連は、そんな阿波の天水たちが集まった連です。阿波踊り橋には天水連の皆さんです。伝統を引き継いでいく、それがこのちびっ子たちです。天水連の女踊り、天女のように優雅にしなやかに、そしてきれいに踊ります。そして男踊りは時には空を飛ぶシャープな踊りを披露します。最終日の一部を飾る、一部のフィナーレを飾るのは天水連の皆さんです。
知恵部賞最終日一部のフィナーレを飾る天水連の皆さんの熱演です。